マクナリ3対3ドラドキ5予選競争第8レーススタートが切られました。5、6コースコーススタートになりました。佐々木とアウトコースの若林もコーススタート、1周1マーク佐々木のまくり、若林はどうか、まくり差しか、5号艇佐々木がまくりました。若林まくり差しで上がってきています。トップ争いさらに内をつきまして2号艇市川となっていまして、バックスレッジの中間点に向かうトップ争い、中6号艇の若林、外は5号艇の佐々木、内から2号艇の市川が差を詰めてきました。2マーク先に回るのは若林か、2号艇の市川詰め寄って、この内を5号艇佐々木が差しますが、わずかに6号艇若林が先頭を守った。東京支部の129期生若林ジュランがデビューから14走目で、デビュー初勝利となりそうです。6番5番2番です。先頭6号艇若林1着でゴールイン。